皆さん今日もこんにちは。この動画では普段やってしまいがちな起きてすぐにやると良くない NG な行為習慣についてお話しします。朝は時間がなく、いつも無意識にルーティン化してやっていることが人それぞれありますよね。でもその行動は実は健康や美容に良くなかったり、最悪な一日の始まりになってしまう恐れがあります。その習慣を改めることで、美と健康によく気持ちのいいすっきりとした一日を過ごせることでしょう。それでは早速、朝起きてすぐにやると良くない行動習慣を7つ見ていきましょう。1. スマホやパソコンの画面を見る。スマホなどの液晶画面は刺激が強く、早朝からそれを見ると瞬きの数が減り、疲労がたまり始めてしまいます。疲労がたまった状態で一日が始まってしまうので、せめて起床後1時間は刺激の強い液晶画面を見ることは避けましょう。でもどうしてもスマホやパソコンを見る必要がある場合は、PC 用メガネなどを使って疲労を最小限に抑えましょう。2. 朝風呂をする。寝起きは毛穴が開いているため、熱いお湯を直接浴びると頭皮がダメージを受けることになってしまいます。また頭皮だけでなく、お肌にも負担がかかるため、乾燥やニキビなどの肌トラブルが起こりやすくなるでしょう。そしてさらに、朝食前の空腹時にお風呂に入ると胃酸過多になって気分が悪くなってしまうこともあります。でもどうしても朝にお風呂やシャワーをしたいという人は、起床後1時間は間を空けて必ず水分を摂取してからにしましょう。3. 起きてすぐの勉強。朝に勉強を習慣化している人が多いと思いますが、起きてすぐの勉強はあまり効果的ではありません。起床後の寝ぼけた脳は飲酒して酔っている状態に近いため、こんな状態では集中力は続きませんよね。しかしどうしても朝に勉強したいという人は、1時間ほど早く起きて朝食を食べて、頭を働きやすい状態にしてから勉強するようにすることをおすすめします。4. 目覚めのコーヒー。朝起きてすぐ、空腹にもかかわらず目を覚ますためにコーヒーを飲むという人もいますが、これは NG です。空腹時にコーヒーを飲むと胃酸の分泌が増えて胃の粘膜に悪影響が及び、胃潰瘍の原因となることもあるからです。コーヒーは朝食後など胃の中が空っぽの状態でない時に飲むようにしましょう。また起床後すぐのタバコも同じ理由で胃に悪影響を与えるので、なるべく避けましょう。5. 起床後すぐの運動。寝起きは血流が少なく、血管も収縮した状態であるため、急に運動をすると心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まります。また血液中の血糖値が不足しているため、めまいや体調の異変につながるので要注意です。ストレッチなどの軽い運動であれば問題ありませんが、朝起きてすぐのジョギングなどの激しい運動を避けましょう。どうしても朝しか運動する時間が取れないという場合は、朝食を食べてから1時間以上空けてから運動するようにしましょう。6. 冷たい水を飲む。朝方の体温が低い状態の時に冷たい水を飲むと、内臓機能が低下し便秘になってしまうことがあります。なので起きてすぐは冷たい水ではなく常温の水か白湯にしましょう。白湯であれば血液もサラサラになって体を温めることもでき、冷え対策にはぴったりなのです。 7. 朝一番に甘いものを食べる。
起床後の空腹時は血糖値が下がっているため、糖分が吸収されやすく、太りやすくなってしまいます。朝に甘いものを楽しみたい場合は、朝ごはんを食べて血糖値が上がった後に食べるのがいいでしょう。以上、いかがでしたか？今回話したことを無意識に毎日のようにやってしまっているという人も多いのではないでしょうか。早寝早起きをし、起床後は顔を洗って歯磨きをし、朝食を食べてからやりたいことをやるようにしましょう。